本日部会でしたか。始まりました。初だね。本当ですね。だいぶもう初めてから2、3ヶ月経ちましたかね。うん、瀬さんとは今日初めてです。初めてだね。嬉しいね。よろしくお願いします。カフェでいつも話す感じで。わかりました。そうですね。だけど、はい、今日は、お何か持ってきてくださった。じゃじゃ黒ひげ危機一発対決。まさか須瀬さんから黒ひげが出てくるとは。これしたくない。久しぶりです。久しぶり。はい、どのぐらいぶり。ですかね。小学校とかじゃないですか。本当に結構されます。私はもう家でいつもこれがパーンって飛んでる。息子さんとね。そうそうそう。勝った方が負けた方に、うん、テーマを言って、うん、それについて話してもらう。いいね。そうしましょう。緊張するけどね。じゃあ最初はグーでいく。はい。最初はグー。はい。私が強そう。始まった。この時点で強そう。よし。どうしようかな。最初はね、まだ。え？怖い。怖い。これ心臓に悪いね。怖い。ね、私は赤の毛。はい。これいっちゃおうかな。あ、よかったー。大丈夫大丈夫だね。ちょっと動いたよね、今。動きましたね。ちょっと動いたね。はい。これ、特に関係ないね、色は。色はね。この下あたり行ってみようかな。はい。おー、ドキドキするね。早い時は早いからね。ね。行かない時は、最後の一本まで行かない。いきます。はい。意外と心臓に悪いね、これ。まさかアナウンス部で。ね。こんな時にっていうのもちょっとですね。4人ぐらいいたらね、そうね、なんかこう、うん、誰か当たるかなみたいな思うけど、2人でね。はい、いきます。はい。たくぼさん。怖い。息子さんとやるときは負けた方がどうするんですか。いや、もう特になし。このスリルを楽しむっていう。そう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 。もう行きます。はい。あ、でもだいぶ刺さりましたよ。もう半分くらいいったんじゃないですか。いったかもしれないね。でもまだこんなにあるか。確かにまだ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 あるよ。では行きます。ちょっと前に、あ、ここ行こうかな。はい。一発のとこ。あ、大丈夫これ。おお。大丈夫。もうクッと刺さりました。ね。ちょっと行きましたね。行った。おぉ、セーフ。なかなか来ない。なかなか来ないね。行きます。はい。私も、下行こうかな。はい、下狙いで。さっきこっち側だったから、はい。今、下ちゃんの方に。行きます。おー。大丈夫だった。人差し人差し。ちょっとでも確率は上がってますもんね、これ。そうだね。
どうしよう。前行こうかな。初じゃない、橋本ちゃん前行くの。色、はい、ばっかりさせてたから。えい。おお。大丈夫でした。大丈夫だったね。ほぼ漏れてました。ほぼ本当。どうします？どうしよう。どこがいいと思いますか、久保さん。飛ぶとこ。飛ぶとこ。お題があるからな。ホークスの、はい、今年の鷹の祭典のユニフォーム。鷹クレートですね。いきます。はい。ここいきます。首を押さえてる。おー、大丈夫。どう？あら、あら、どこなんだろう。1個ぐらいしかないですよ。よし。一度取ります。はい。おー、だいぶ刺さってますよ。ね、こんな出ないもんなんですか？いやいや、私いつも家でするとき、本当2本ぐらいで必ず飛ぶのよ。だから、今回これ。相当レア。レアですか？橋本ちゃん強いね、きっとね。危機一髪に強いね。早送りされちゃうかな、これ。いや、ここまで。これ実は、こういうのって、見ちゃわない。あ、これを刺すところをね。そうそうそう。早送りされないから。されないの。いつ出る？いつ出る？っていう緊張感。いきます。はい。前に。ここ行きます。はい。お、あー！え、出た！出ました！出た！出ました、津戸瀬さん！ショック！最初は私がお題出したかった！結構ポンポン飛ぶ前提で、3つぐらい離すかなと思ってたけど、はい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 、結構もう半分ぐらい行きましたね。半分ぐらい行ったね。すごい、汗。じゃあどうしよう、津戸瀬さんに何話してもらおうかな。これに書く？テーマをね、うん、どうする？わかりました。じゃあ、はい。はい。ここちょっとピッとしてね。あ、失礼します。あ、わかりました。じゃあ書きますね。はい。じゃん。はい。最近困ったこと。もうしょっちゅう困ってる。いっぱいありました。いっぱいあったか。しょっちゅう困ってる。しょっちゅう困ってる。しょっちゅう困ってる。何に困るんですか？もう最新版行くと、はい、私息子が小学校に行き始めました。入学式が先週、はい、ちょうど終わりました。ありがとうございます。これで、毎日毎日その時間割を見ないといけないのね、はい、で、私しっかりしたお母さんになりたくて毎日ちゃんと時間割を見て私が入れてたの、うん、今日はあれがあるな、今日は国語があるなって、ね、そしたら今週の火曜日だったかな、うん、ママ今日生活の教科書忘れてたよって言われて、うん、何何生活ってあった？あった。生活の教科書があること自体に気づいてなかった。気づいてなかった。そしてごめんね、ちゃんと入れとくねって言って、うん、で次の日も生活だったから生活は入れた。うん。そしたらその上を見てなくて国語も算数もあったわけ。国語と算数を見逃してたんですよ。見逃したの。そして、はい、昨日帰ってママ。この単数も教科書が入ってなかったって言われて、私、嘘！そんな、ママしっかり入れたよって言って、見たら、前の日の見てたのよ！あら！で、ごめんね、ママしっかりしてないから、自分でやろうって。ってことになって、はい、ね、今日は、昨日もあるから、一生懸命読み上げながら、うん、はい、今日は俳句！
国語。まあ、一番いい姿ですね。一番いい姿ですよね。わざと間違えたわけじゃないけどね。国語と算数でもね、一番大事だよね。一番大事なところ。それってさ、はい、最近次男が困ってた。別に次男さんが困ったことじゃないよね。よくしょ忘れた、うん。そうですね。最近次男坊が困ったこと。困ったのを見て困ったんです。私ってなんでこうなんだろうと思って。でも時間割はね、かわいそうなことしたと思って本当に。よし、じゃあ2回戦行こう。行きましょうか。行きましょう。はい。じゃあまず抜くところからね。はい。橋本ちゃんはでもね、絶対しっかりしたお母さんになれるよ。本当ですか？私はそう思う。ちょっと教育してほしいもん、私。どういうことですか？いろいろと。この時はこうしてくださいねって。じゃあ次、はい、野瀬さんからどうぞ。行きます。はい。2回戦。おお、もうここサクサク行こっか。ね、ここね、きっと。よいしょ。結構な勢いで飛び出す。うん、上から覗かない。うん。お兄ちゃんも一緒にやるんですか？うん。家族団らんの時に。ああ、早い段階でした。出ないと思ったんだけど、出ましたね。出ました。出ちゃった。今のお気持ちを。いやー、もうちょっと粘りたかった。じゃあ、テーマをいただきます。テーマいきます。はい。漢字でバラを書きましょう。漢字でバラ。どうぞ。うわこれね、実は全然思いつかないな。草冠はあったんですね。草が、すごい。なんかね、なんか覚え方があるんですよね。昔おじいちゃんが言ってた。本当？アメリカンコーヒーを販売みたいな感じですか？確かに、それはバラの場の方にあるかも。でもそれがどこにあるかわかんない。すごーい。かっこいいおじいちゃん。アメリカン。おー、すごい！かっこいい！こんな感じある。かっこいい！ラーも草かんむりだ。お、さすが、さすが。すごい。あ、おお、おお。さすがだね、橋本ちゃん。もうもはやトークテーマでもないけど。ですよね。うわ、ここまでかな。ここまでです。カン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 。いきます。バラ。あ、全然違う。いや、全然アメリカン。ほら、ここがね、やばい。受けてるのがすごいなと思ったのよ、橋本ちゃん。ね、これ。ここに行くんじゃない？で、バラの方か。そう。これが土って書いて、と、うん、人。で、この回る。で、こっちが草かんむりに、これ、微妙の美なんだ。そうそうそう。すごくない？これを知ったときに私、今週知ったんだけど。何かのきっかけでね。そう。素敵と思って。うん。ちょっとかけたらかっこいいかな。そうですね。もう一回戦行こう、もう一回。ではでは。3回戦行きましょう。はい、でも、先生の時点でひらがなとかは読めるんですか？読めはするけど、やっぱり、絵に描くの。まあ、それから習ってるのかな。そうそう。はい。今日はちゃんと教科書持ってったから大丈夫だと思う。国語の教科書は。よく入れました。では、しもちゃんから。いいよ。
なんか手応えがあった。手応えがあったね。大丈夫でした。いきます。チャンネル登録お願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。